さあ、刹那の歌はどうなるんだろう。王家の血を引き者よ、そしてその志を受けた勇気ある者よ、うん、その力を認めよう。ああ、やっぱこいつは別に敵ではないんだよね。力を推し量るために存在するっていう、そういう感じの存在なんだね。願わくばお主が真にシーカを継ぎし者となることを我は望む。うん、あ、くたばった。大丈夫か。さすがだな、君がいてくれて本当に。寝たふりしてねえかあいつ。大丈夫かな。バッと来ない、そのハサミでバッて。大丈夫か。まだちょっと動いてるよ。僕はベリナードの王子と。とどめ刺すか。真にシーカを継ぐものになると約束。まだ息してるってあいつ。グワってくるよ、ハサミで。ハサミ危ないよ。よし。大丈夫か。これが刹那の歌か。おお、歌が。え。歌が頭の中に流れ込んでくる。覚えた。マジで。暗記パンでも使いました。すごい、すぐそんな簡単な歌なの。一瞬だったけどな。これで僕は彼女を救える。彼女の元へ急ごう。急ごう。大丈夫かな、復活させて。君にもぜひ立ち会ってほしい。永遠の地下迷宮まで一緒に来てくれ。オッケーです。よし、大丈夫か、カニさん。まあ、息絶え絶えだけど。あ、やっぱなんかあるのか、こいつ。わざと負けたとか。ええ。意味深だったな、今の描写。もう一回ちょっと覗いていくか。ちょっと気になるもんね。さっきのなんか戻り方とか。あ、こっちじゃないか。出ちゃった。ごめん。ごめん、間違えた。あ、あ、あ、王子。王子、鍵ください。あ、戻れなくなっちゃった。王子、鍵ください。鍵。入れない。マジか。いや、あのカニちょっと意味深だったな。なんか含み持たせてたよな。どう思う、フューザー。ふん、俺たちの敵じゃねえが、万人までいるとはな、よほど重要な遺跡らしいな。ねえ、いたね。ラグバス、オーディス王子は無事に王家のものとして認められたようですね。いや、どうなんだろうな、あのカニ怪しいけどな。フーラ、オーディス王子様、これで歌を覚えられたのか。なんかね、覚えてたって言ったけど。本当かね。あちこちにガラクタが転がっていて、とても素敵な遺跡ですね。重くて持ち帰れないのが残念ですよ。ダストはもう一貫してる。もう認めるわ。お前はすごいわ。まあいいよ。万人までいるとは、さすが王家ゆかりの遺跡ね、と。あの万人がどうなんだろうなっていう気はするけどな。一度ね、町に戻って、宿屋に泊まって、体力、MP ともに全回復させた状態で、迷宮に戻って参りました。さあ、それじゃあ、あの綺麗な女性を目覚めさせましょう。もう嫌な予感しかしないですけど。もううちの王子が、ねえ、もう目覚めさせたいって言っても聞かないので、もう聞かん坊なので。もうやっていきましょう。この先だね。あ、本当に行くみんな。あ、これさっきの会話と同じか。行くか。王子頼みます。い
よいよ彼女を助けることができる。いや、これも全て君のおかげだな。それがいいことなのかどうかね、まだ不明だからな。あの綺麗な人がね、敵の可能性もあるし、でもそうなったら、あね、あの占い師も危ないよね、そそのかしてるわけだから、王子がこういう風な行動するようにって。うん、いや、どうなんだろうな。今すぐ刹那の歌でそこから出してあげよう。歌うのよっ、待ってました王子。ああ、よどんだ時よ、移ろいたまえ、凍りし時よ、え、溶け合いたまえ、時は流れ移ろいゆく。あ、歌ってこういう感じない。誰にも止めることなどできはしない。キールが歌ってる時はもうちょっとなんかいい感じだったけどな。あ、こういう感じなんやね。我が祈り、まあこういう流派もあるでしょうね。淡々と読み上げるみたいな。叶えたまえ。叶えたまえ。ドドン。永遠の水よ、消えてなくなれ。消えてなくなれ。これ最後自分が付け足してないか。さあ、永遠の水よ、消えてなくなれ。これは王子が今勝手に言葉紡いだでしょ。付け足して大丈夫そうこれ。お。お。あら、何も起こらない。何かが足りないのか。王家のものというだけではダメなのかもしれませんわね。なんか。つまりこの国の王になれない男のあんたじゃダメってことだよ。やっぱお前そっち側か。どういうことだキャスラン。キャスラン。ああ、バカバカしい。女王相手は無理っぽかったからあんたに目をつけたのさ。そうかなとは思ったけどさ、いざ本当にそうだと辛いな。何を言っている。あのドジ踏んだのも演技だったんだな。この永遠の水の中にはバサグランデ様という、それはそれはお強い魔物が封じられているのさ。ええ、私はその封印を解いて差し上げ、バサグランデ様と力を合わせてこの世界を支配してやろうとしてたのさ。なるほどね。バカな、僕を騙していたのか。騙されてたんだよ。いや、僕もそういうこと薄々思ってましたけど、そうじゃないと願ってた自分もいます。うん、伊織さんたちのことはなんで知ってたんだ。こんな芝居までしたってのに、ボンクラ王子のせいでとんだ無駄骨になっちゃったよ。口が過ぎるぞキャスラン。ほら、責任を取りな。戦うのかこいつと、それとも復活するのか。あ、ああ、永遠のなんちゃらに入っちゃった。うわ、冷徹な女王だって刹那の歌を歌わないわけにはいかないだろうね。女王様は知ってたんだな、おそらくね、封印されてるのがお強い魔物だっていうこと。それを王子にあらかじめ言っときゃいいけど、王子はま信じないか。そして永遠の水の封印は解かれ、うん、バサグランデ様と私の時代が取れたわ。いやー、王子をこのままにはね、しておけないでしょうから。この王子一人じゃ頼りにならないから、手伝いも入れろと適当に占っといたけど、あ、適当だったんや。役に立ったわね。なるほど、そこはちょっとかけたわけやな。最後の仕事をしてもらうわ。ほら、さっさと女王を呼んでくんのよ。キャスランだけやる、ここで。私と戦うってんならやめときなよ。そりゃもう強いんだから私は。あ、あ、犬が弱点なのか。痛い痛い。
水落ちるんじゃねこいつ。大丈夫か、大丈夫か、落ちても、あーらら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 、らドジッコキャスランドジッコ、あ、ジョー様、いや、これは違うんです。僕らは、僕ら何もしてないんですけど。よもやこんなことになっているとは。いやすいません、いやすいませんって、僕らのせいじゃないんですけど。そなたはオーディスのところに出入りしていた旅の者だな。一体何があったというのだ。はなんと、この女占い師が王子を騙して刹那の歌を歌わせたと。歌わせたけど、その効果はなかったんだよね。多分女王が歌わないと意味をなさない、効果を発揮しない歌なんだろうな。愚かな、わらわの言うことを聞かぬか。いや、女王様もさ、ディオーレ様も、もうちょっとなんか、息子さんとご子息とこう、会話をね、する機会を持てば変わったと思いますよ。すぐに王子を助けなくては。いや、王子を助けるためには、その、残り二人も復活させないとダメだから、厄介なんだよな。しかし、刹那の歌は、禁断の歌。禁断の歌。私は、ベリナードの女王として、それを歌うわけには、参りません。女王の前にお前は、一人の母親だろ。ディオーレ。ディオーレ。言ってやれ、メルコ。息子一人助けられずして、何が女王だ。あなた。これまで心を凍らせ、究極的な場面になってね、しっかり言うてくれる夫。うん。古き習わしを破り、オーディスを次の王にするとお前は誓ったのだろう。うん。あなたの言う通りです。うん。だから魔物が出てきたら、メルコーが一手に引き受けてや。僕ら手貸しませんから。頼みますよ。さあ、どうなる。強い魔物っていうのは本当なのかな。永遠の水がなくなってるじゃないのさ。キャスラの間違いとかっていう可能性もあるけどな。バサグランデ様、そう、バサグランデ様。あの女性じゃないんだ、バサグランデ様って。あの女性がなんか強い魔物かと思ってたわ。違うんやね。水で閉ざされた先にいるんやね。刹那の歌を僕のために歌ってくれるなんて。これが愛だよ。わあ、いい表情してるやん。で、君は誰よ。君、大丈夫か。お前は誰だ。君の名は。わ、綺麗な人。なんということ。このままでは、この地が滅びる。まさか、バサグランデいうやつを封印するために自ら犠牲になったとか。永遠の水の奥には、かつて暴君と呼ばれ、この地を滅ぼさんとした魔法が、バサグランデが。バサグランデ。この娘は、バサグランデを封じるために選ばれた、封印の巫女なんだ。ああ、巫女さんなんだ。それこの地を禁断の地として。いや、それを王子にあらかじめ伝えといたらな。キャスランの言ったことは本当なのか。いや、それは本当だったっぽいな。二人とも
その話は後だ、うん、今はバサグランデを。いや、メルコー、お前がなんとかしろよお前が女王に歌わせたんだからな。その娘に代わって封印の巫女となり、今一度バサグランデ。うわ、そこまでの覚悟を持ってたんや、ディオーレ様。私の名はセイリア。セイリア、あなたが今の女王なのですね。封印の巫女として永遠の水に囚われる覚悟は終わりなのですか。そんなすぐに覚悟できるものか。長きにわたりこの地を守り続けたあなたの犠牲を無駄にせぬ誓おう。わらわはベリナード城へ戻る。急ぎ封印の儀式の用意をしなくては。うん、私はバサグランデのところへ行きます。封印の巫女の役目は終わっていません。何をする気だ。腕の立つ方とお見受けしました。王子あれだな、罰悪いよな貸してください。王子がね、全部やらかしたことだから。そう、お前のせいだよ。僕のせいで母上が。そうだよ、どうするお前。バサグランデを何とかしなくては。何とかするってお前一人じゃ無理だろ。ハヤブサ斬りじゃ多分倒せないぞ。え、この先に進めいうこと。え、あ、開くのか。いやー、ワープゾーンがありますね。なるほど。ん？敵もいますね。ちょっとごめんよ。ほっと。これどうやって行くの？これ。行けねえですけど。え？どうやって行くの？これ。あれれ？ん？こっち合ってる？これ。どっか登れるような場所もないしな。ちょっと待ってや。今、会話してる暇ないわ。こっちじゃないのか。え？ちょっと待って待って。迷子迷子。あ、ちょっとどういう構造になってんだ、これは。こっから上がるのか。あはあ。こっちはでも違うでしょ。違うよね。戻っちゃうもんね。あの永遠の牢獄いうところに行かないとダメなんでしょう。こっちから回れるわけじゃないから。王子いるやん、お前。全部お前のせいだぞ。ここを抜けてやっぱ行くんだよな。ここまでは合ってると思うんだけど、で、あのワープゾーンに入るんだとは思うんだけど、行き方がわかんない。敵も来るし。あ、道があるわ。こんな簡単なトリックを仕掛けていただと？あのワープゾーンに注意をそらして。なんてよくできた迷宮なんだ。驚きだぜ。あっちだな。あれに、向こうに行けばいいんだな。よし。一応着きましたけど。どうなってんだ？封印するのよりも、ああ、もう出ちゃってますね、これ。大丈夫？これ、キャスラン食われないか？バサグランデに、バーンってやられないか？いや、これ、やられそう。フラグ立ってんぞ、キャスラン、逃げろ！逃げろ！ほらも誰もが読めた展開。我は光も届かぬ暗き水底に押し込められていたこと。巫女さんにやられたんだよな。我がこの世界を滅ぼす気なんだ。ネルゲル怒らないか。完全にバサグランデの封印が解けてしまったようですね。どうする。何か役目があるって言ってたよね。
いたかったぞ。まさか自分の身を犠牲にして封印まではいかないけど弱く弱体化させるとかか。その報いを今こそ受けるがよいわ。王子、君の力を貸してくれ。嫌です。何でもかんでも人に頼るんじゃない。大人になれよ。いや、伊織さんいける気しますけど。封じることは叶わずとも、私の歌で、なるほど。力を抑えることができるかもしれません。歌ってくれるの？え、大丈夫か？変わらぬ思いがここにあるなら、永遠の時を過ごせるだろう。聞いてる。鉄の意志がここにあるなら、決して動かぬ山となろう。あ、ダメか。鈍ったか、封印の巫女よ。その程度では我を止めることはできぬ。あ、ダメか。え、ジョーカー。母上の声だ。あ、ジョーが歌ってんだ。ディオーレ様、もうあれか、封印の儀式は準備万端な感じっすか。二人あれだな、力合わせて弱体化させてくれたら伊織さんいけるかもしれないっす。頑張れる気がします。二人とも綺麗。王子、全部お前のせいだぞ。そんな真剣な目をしても無駄だ。全部お前のせいだ。今です。バタグランデの動きが鈍っているうちに。うん、どうする。あ、襲いかかってきたか。どうなんだろうなこれ。戦闘で勝ったとしてもなんか女王様が封印するために身を投げそうな気がすごいするんだけど。